皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、とっさん TV とっさんでございます。さあ、本日も始まりました、とっさん TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシア軍の戦闘機の懐事情です。だいぶ苦しい模様ですね。後半は中国。では参ります。えー、本日はですね、前半は、ウクライナの戦況、ロシア軍戦闘機の懐事情。後半は中国の話ですね。中国一の金持村が破綻したという話と、最後に、シン外相の解任。 でございます。ちょっと盛りだくさんですが、キュッとまとめてお伝えをしていこうと思います。よろしくお願いします。えー、まずはウクライナ戦況から行きましょう。航空万能ロンジーエクさんの地図から行きたいと思います。こちらです。よろしくお願いします。バフムト南のクリシェイウカでございますけれども、まあ、もうすぐ落ちそうだというところまで来てますね。えー、陥落した、ウクライナが解放したという情報が一時出たんですけれども、ロシア側、ウクライナ側、ともにこれを否定する情報も出ているということですが、まあ、まだ交戦中だっていう話ですね。 しかし、もう多分、うん。あの、観楽実はしてるけど、情報が出ていないとか、そういうレベルまで来てるかな。ウクライナ軍が押しているという状況でございますが、ちょっとこちらご覧ください。ウクライナに栄光あれさんです。よろしくお願いします。クリシチエフカでは、ロシア空挺部隊がウクライナ軍の待ち伏せに遭い、道路上で散乱したということで、 えー、空挺部隊ですね。第83空挺部隊になりますけれども、これをウクライナ軍が待ち伏せして撃破しております。その映像がまあ出てきてるということですね。場所はどちらかと言いますと、こちらの地図をちょっとお借りしたいと思います。はい。83というのが一番上の丸のところに入っておりますけれども、ここですね。うん。ここでロシア軍の空挺部隊がやられてるということで、もうクリシェイユカのですね、奥の方なんですよ。 うん。というところで撃破しておりますので、うん。交戦中といえども、かなりウクライナがもう掌握をし始めているんじゃないかなというふうに思います。最後の非押しというところかもしれませんし、まだ情報が出てきてないだけかもしれないというところですね。これ期待をしながら、えー、情報を待っていきたいなというふうに思います。今度はですね、ちょっと懸念されるべき情報ということなんですけれども、えっ、ー、と、スバトボの西側のところですね。 やはりですね、ロシア軍のトカは間違いないですね。うん。間違いなくトカしてる模様。なんでかというと、ロシア側もトカしたと言ってるし、ウクライナを応援してる側もトカされたということで、意見が一致してきました。その上で航空版のロンジエクさんの地図なんですけれども、まあこんな感じですね。ナディア、セルヒウカ、ノボエ、ホリフカという3つの拠点がロシア軍に奪われたという、そういう情報が濃厚になってきております。 で、これ急に3つ全部奪われたというわけではなくて、現在ですね、実際の戦況と、あと情報が出てくるタイムラグが結構空いてます。えー、場所によってはすぐ出てきているような情報もあるし、場所によっては1週間ぐらいずれているような情報もあったりするんですね。 なので、例えば一週間前に犬のご飯さんが現地情報だと言って上げてきた情報、これが確認できないのに一週間後ぐらいにあ言った通りになったという情報が上がってきたりとか、そういう状況になってます。で、場所場所によってそのタイムラグは違うということなんですけれども、えー、タイムラグがありつつ三つ、あのー、まあ、同時に、情報としては同時に出てきたんじゃないかなと思います。ちょっと押されていますね。ここは気になるところなんですけれども、 ここをそのまま、精神、西にですね、伸びられてしまうと、どういうことが起きるかというところで、航空万能ロ g ジエさんが、まあ、大きな地図を乗っけてくれております。こういう状況になるんですね。スバトポから西に伸びていく幹線道路を突き進むと、ボロバという街があります。うん。で、このボロバまで来られてしまうと、クピャンスクとリマンが切断されるような状況になるわけですね。両方ともに圧力がかかるということで、えー、ウクライナがですね、大規模反転攻勢で獲得した、 大規模に解放したエリアというところにまたロシアが侵食してくるという危険があるということですね。なのでちょっと深刻な情報ではありますけれども、ただし、ボルマではまだ距離がありますし、膨大な面積があります。これをロシア側が一気にですね、攻め込めるかというとそういうわけではありませんので、そして今、ウクライナも必死の防衛をしてます。で、ロシア側でものすごい被害が出てるという、 情報も出てますのでまだですねあのー、あまり焦らずというか心配を膨らませずにここはですねウクライナ軍を信じてこの情報を見守っていこうと思います、超チャンネルでかなり注目してますので、えー、追ってですね皆様と共有を図っていきたいというふうに思います、はい、では、ですねロシア軍の戦闘機事情いきたいと思いますが JB プレスからいきましょう深川さんの機構でございますね。よろししくお願いします 豊富な戦闘機を持ちながら、ウクライナに大量出撃できないロシア空軍の現状っていうですね。えー、そういう記事が出て中身を見たらものすごい面白かったです。えー、ロシアは現在、現有している戦闘機とか攻撃機に関しては、約1000機というふうに言われております。約1000機。で、これね、ソ連時代びっくりなんだけど、この記事に書いてあるのが、ソ連時代は8000機あったそうですね。8000機でございます。うん、で、この8000機が、 保管庫に眠ってんじゃないかっていう、そういう情報もあるんで、ちょっと、あの、なんですかね、あの、危険しなければいけないんですけれども、とりあえず、原油、動くやつですね、原油は1000機って言われているんですけれども、えー、このうち、オリックス、視覚的に確認できる、まあ、損害とか、路角とか、いろんなものを示してくれる、このチャンネルもよく取り上げる情報サイト、オリックスですけれども、オリックスが確認したところ、60機以上、 今のところロシア軍の損傷というのは確認されているなので現在900機ちょっと930機ぐらいだと思いますねロシア軍の戦闘機はで問題はですねこの930機の戦闘機がすべて空飛べるかっていうとそういうわけではない模様でございますね出撃可能率というのがあるみたいです出撃可能率実際どれぐらい出撃するに耐えれるその整備状況なのかっていう話だと思いますね で、これで行くと、専門家の中で主流になってるのは、ロシアの出撃可能率って50%から60%だろうって言われてるみたいです。ただし、この記事の中では、ちょっとロシア有利目に見ましょうということで、70%で計算してみましょうっていう、そういう計算がされている。930機かける70%だとすると、だいたい650機ぐらい。 うん、ロシアは戦闘に参加させることができる戦闘機を現在有しているということになりますね、うん。で、この戦闘可能率があるということでピンとくるのが、ロシア国内で勝手に墜落している戦闘機あるじゃないですか。 うん。つまりあれが、えー、戦闘可能、出撃可能でないにもかかわらず飛ばしてしまったらやっぱり落ちちゃったっていうですね。整備が行き届いてない戦闘機があるっていうのは、まあそういう個別のニュースで確認できて、ああ、なるほどな、あのニュースはああいうことだったのかというふうに思うことができるということなんですが、この約650機の え、出撃可能な戦闘機を全部じゃあウクライナの攻撃侵略戦争に使えるかというと、そういうわけじゃないところが苦しいところだということなんですね。どういうことかというと、まず NATO が保有している戦闘機が2200機あるそうです。2200機。で、アメリカとカナダ。で、これでも2100機あると。で、日韓、日本と韓国でも約1000機あると。 これらを全部足すと、5000機以上の戦闘機に対して、ロシアは戦闘機配備をしなければいけないということになります。うん。で、この記事の中に書いてあるのは、例えば NATO 方面。 200機配備します。NATO に対して200機置いとかなければいけない。アメリカ、カナダに対して200機ぐらい置いとかなければいけない。日本、韓国方面ですね。ここはまあアメリカ軍がいますので、100機ぐらいは置いとかなきゃいけないということになると、500機ぐらいは使えない戦闘機ってなりますね。ウクライナではとにかく使えない戦闘機。だから650機引く500機になるので、ウクライナで使える戦闘機というのは、ひいきめに見て 1, 150機ぐらいじゃないかということです。 ウクライナの方が戦闘機はそもそも100機ぐらいで少ない。さらにそこからですね、ウクライナも戦闘機やられておりますので、現在戦闘機がもうほとんど絡みになってるみたいな情報もあったりします。ただし、制空権を完全に奪われていないので、数十機はですね、ウクライナの戦闘機も生きている模様と思いますけれども、十分に、えー、航空優勢が取れない原因はここにあると。ということになると、今後もロシアは取れないということですね。その上で、 F16 がウクライナに渡るようなことになると、ここっていうのはかなりバランスが変わってくるんじゃないかなというふうに思いますね。ちょっと期待したいと思います。で、一点気になるのが、ソ連時代に持っていた8000機という保有数ですね。で、これがですね、まあこれまでの他の戦車とか榴弾砲とか見てもそうですけれども、ロシアは解体売却などせずに保管庫にずーっと置いているというふうに考えられます。 多分、ものすごい数、千0二千機じゃないと思いますけれども、置いてあると思います。その中で出撃可能なものが出てくると、ここにまた足されてしまうので、その部分というのは懸念材料ですけれども、それをさせないためには、やはりですね、経済制裁を緩めてはいけないということになります。 え、現在ですね、香港経由であったりとか、トルコ経由、えー、あとはまあ他の島々とかもそうですけども、いろんなところから、半導体がロシアに渡っているというふうに言われておりますけれども、これをなんとかですね、締め付けていって、ロシアの飛べない戦闘機をそのままにするということが重要になってくるかなと思いますけれども、そんなに懐事情は豊かではないということですね。うん、この部分だけは確かじゃないかなと思います。それとともに、やはり F16 の情報を待ちたいというふうに思います。はい、では中国の話題行きたいと思います。 中国一の金持村が破綻したといいう情報でですすねこちらでございます中国一の金持村破綻赤字公益業20円で売却高訴訟をというニュースでございます高訴訟に火星村という村があります人口3万人ぐらいの小さい村なんだけれどもこの村が破綻したというニュースなんですが いきなり破綻したわけではない。もうだいぶ前から、やばいぞやばいぞって言われていて、やっと破綻したっていうニュースなんですね。で、このニュースから何を読み取るのが大事かというと、中国という国全体の縮図になっている村だということなんですよ。うん。で、今回ね、調べ直してみたんですけれども、どうやらやばいと言われたのは2013年ぐらい、今から10年ぐらい前にもうすでにやばいというふうに言われてます。この村というのは、 村を挙げて事業に取り組むことで、いち早く、ま、金持ちになっていった村。で、ちょうど中国の改革開放とそれがタイミングがビタッと合うことで、一気に金持ちになっていったんですね。中国が豊かになるモデルケースって言われていた、そういう村でございます。当然、不動産事業なんかにも手を出しております。 負債がどんどん膨らんでいって、ついに持たなくなって破綻したっていうニュースなんですけれども、2013年からやばいって言われているのに、2016年にどういう情報を発信していたかというと、こちらなんですよ。中国もですね。2016年4月27日の記事です。びっくり行天想像をはるかに超えた中国一のお金持ち村の豊かさということで。もうやばいって言われてから3年経ってるのに、 豊かだっていう、そういう情報を出していたんですね。うん。服は全部クリーニングに出すと。食事は全部外食だ。レストランで食事するんだ。どうだ、豊かだぞっていう、その、成金豊かをアピールしているような村だった。内情はもう厳しくなっているのに。現在の中国も不動産バブルを全然解決できてません。広大集団もそのまま、えぇ、ー、壁経園って、まあ、そこもものすごい負債が膨らんでいっております。 負債が膨らむだけ膨らんで解決できない延命させるけど結局弾けてしまうんじゃないのとそのモデルケースになっている村なんでしょうと豊かさのモデルケースじゃなくて破綻のモデルケースじゃないのっていうそういう村の情報だよねっていうのがこのニュースから読み取れる話だということでございますはいではですね最後に新剛さんの解任の話に行きたいというふうに思いますけれどもこちらですね終始肝入り異例続き新剛外相の解任発表ということで もう半年ぐらいですかね。で、解任されてしまいました。で、信号さん全然表舞台に出てこなくて1ヶ月ぐらい経過しているわけですよ。最初はコロナだって言われていたんだけども、2週間経っても全然表舞台に出てこない。あれ、これコロナじゃねえな、病気じゃねえなってなってきて、で、そこで言われていたのが女性問題ということになります。 女性問題。で、この女性問題が単なる女性問題ではなくて、スパイなんかの情報戦に絡むことなので、大事になっているっていう話なんですね。で、名前は伏せますけれども、こちらの方になりますね、女性の方。フェニックステレビという、まあ中国の香港かなのテレビ番組の方になりますね。キャスターの方になるんですけれども、フェニックステレビというのは、中国の人民解放軍出身の大物たちが株主になっているようなテレビ局なんですよ。 だから人民解放軍の情報が西側に行ってしまったんじゃないかということ。で、その人と不倫関係になってしまって、信号さんがベラベラ喋ったことが西側に筒抜けになってんじゃないかということで大ごとになっているっていう、そういう話なんです。で、去年の11月ぐらいに、このキャスターの女性の方ってのはアメリカに渡米して出産をしているんですね。で、つい3月、3月19日に子供の、その子供の え、を載せたツイートをしてるんですよ。ウェイボーで。SNS で。で、パパ誕生日おめでとうっていうツイートをしたんですけども、その3月19日が慎吾さんの誕生日だったんですね。で、そのお子さんの名前も慎吾さんにちなんだ名前がついているということ。で、以前から信号さんと不倫してんじゃねえのっていう噂が上がってきたので、やっぱりそれ見たことかっていう話になったということなんですよ。さらに、 え、この不倫関係が噂されている中、中国の外交部が水面下でどうやら信号さんとかこのキャスターの方の調査をしていたみたいですね。その上で限りなく黒という判断が出たのかもしれないです。人民解放軍の情報が西側に流れているっていうことになるので、中国としてもこれ本気で取り組まなければいけないということで、解任っていうところまでもう外にバレるような、そういう人事を 決断したんじゃないかなというふうに思われますね。で、アメリカとのダブルスパイって言われてるんですね。中国のスパイとしてアメリカを探っていたけれども、逆に取り込まれてしまって、今度は中国の情報をアメリカに渡していたんじゃないかという意味で、二重スパイという意味ですね。と言われていたんだけれども、まあちなみに中国のこういうキャスターとか記者とかってほとんどスパイだって言われてますからね。うん。まあそのうちの一人なんですけれども、 アメリカのスパイではないんじゃないかと思いますね。このキャスターの書というのは、そもそもですね、イギリスのケンブリッジ大学に留学しています。で、その後、フェニックステルとかに入っているんですけれども、えー、っとね、イギリスの駐在記者とかもやっていて、イギリスの政治家とか財界の人たちとパイプを持っている人なんですよ。なので、もしかしたら MI6 とかに取り込まれたのかもしれないですね。 当然、ファイブアイズで、え、アメリカとイギリスは一定程度の情報を共有してますので、アメリカにも情報が流れていた可能性もあるということになります。ということで、ことは大ごとだった。だから解任されたんじゃないかというのが、まあ、の噂ということでございますけれども、まあ、このニュースを見て思うのは、結局表でやっている政治の水面下でですね、こういうスパイ活動とか情報活動ってものすごい春烈な、 動きをしているということです。その上で、ね、中国も噂があったら調査して、これだけ本気の解任するっていう本気の動きをする。情報戦に対してこれまここまでまあ本気で動いてるということですね。で、その情報戦が実は我が国にも向けられているのに、スパイ防止王の一つもなくて大丈夫かなっていう、結局そういう結論になるというお話でございます。はい。というところで本日はですね、ロシア軍の戦闘機、まあ戦機ですね。 え、飛ばせる戦闘機があると言われているけれども、どうやら出撃可能率というのがあって、6割、7割ぐらいがせいぜいだと。そのうち、NATO、アメリカとか、あと極東方面に配備しなければいけない、貼り付ける戦闘機があるので、ウクライナで使える戦闘機は、まあ、150機ぐらいだということですね。うん。まだ、 ロシアの方が優位性がありますけれども、やっぱりこれ F16 が来たら、このバランスっていうのは変わってくる。F16 っていうのをやっぱり待ちたいなという、そういう情報でございます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。